昇格プレーオフ入りを争う東京ヴェルディと残留を争うレノファ山口の一戦をご覧いただきます。安西が戻す、高木シュート、コースが変わった、ヴェルディ先制しました。13分、高木義明のシュートが先制ゴールになりました。先に失点はしたくなかった山口、早々に1点を追う展開になります。澤江選手を迎えましたね。ロッテの監督はトレーニングマッチを組まない監督ですから、本当に練習の中で非常にいい状態だということで今日はメンバー入りが決まりました。いや大変だったと思います ね、長い梶川、うまいフェイクから左足を狙ってきた。ボックスの前でちょっとイメージの違いを出しました梶川、左足のミドルです。強いですよね、はい、単純な競り合いのところ強いんだ。アランピネーロ入れ替わりチャンスだぞ、アランピネーロナイスキーパーです村上。なんとなくなラフなボールでしたけどね、このボールもそうですけどね、ここで入れ替わって早いですね、村上選手よく止めましたね。